皆さんこんにちは、 YK です。本日2024年3月21日16時31分、明日の予定なんですけども、天気良かったら裁判所にもう一度貸金請求の、判決の書類買いに行こうかなと思っています。で、早急に撮影して、貼り付けておくと。で、なぜ自分が提案したところのゲームをしたらダメなのか、だいぶ仕組み分かりましたね。まあ、これは佳子さまへのメッセージなんですけども、その中国側のコンピューターなのか、中国のことを気遣いしている日本のコンピューターなのか、結局人間が神がかり的な力のそのプラスの電波での攻撃ね、コンピューターの AI によって、裁判を進めなくさせようとしてるんだと思いますよ。ということは任天堂スイッチでも遊ぶべきではないっていうことになります。まあ、ソニーさんに関しては特別、まあ、今まで何かあるといえばそれはあるんでしょうけども、まあ、ソニーさんだったらお金云々よりもやっぱり任天堂とソニーの合併でしょうね。日本国内でできるとしたらまずそれであって、どうすればエコロジーな内容のものが出来上がるのかということですね。明日その佳子さまが来ようと思ってたり予定が空いてるかどうかあるでしょうから、まあ、日曜僕は、まあ、晴れてたら、神戸地裁に行こうかなと思ってます。一応これ YouTube にアップロードしたらまた絡まれる可能性あるんで、あと、まあ、警察官の方たちへなんですけども、例えば、この間、動画の、まあ、自分のホームページの編集で、まあ、自分の方で、こう、おすすめしてる、動画にアクセスできるような、内容のものを編集していたりしたとき、どうしても曲聴いたりするんですよ。そしたら、それで、絡みに来てる人間が、まあ、それはこの間通報したんですけども、男さんに、岡川駅のバス停のところでって、まあ、19時30分か、40分か、まあ、それぐらいの時間帯ですね。で、まあ、もともとジャニーズの連中ですよ。で、まあ、大きな規制を上げて、挑発行為をしてくる。何を言おうとしてたかな。まあ、その、佳子さまが、まあ、裁判所内に誰かが現れるっていうこともありましたし、ああ、そう、警察官。だから、その、僕も人間だから音楽を聴くことはあるし、やっぱり息抜きしたい。今日もまだ遊んでないんですよ。で、例えば、その動画の編集云々のところに関しては、僕のおすすめのこと、ところに関しては、僕にお金入ってくるわけじゃないんですよ。だからそれは善意ある行動であって、その、遊びっていうわけでもない。それは日本の音楽業界のクオリティっていうものを保つための行動でもあるし、その、歌詞見たときにね、曲全体はいいんだけども、歌詞のこの一部分、この部分はやっぱり良くないっていうことを伝えていたりだとか、そういうことを記載してるんですよ。なのに、そういう髪の毛染め、特にまあ髪の毛染めて、また黒い服の人間多いですね。喧嘩を打ってくるやつ。しかも複数。一人では喧嘩を打ってこないんですよ。一人でいるときに喧嘩を打ってくる人間はまずいないんですよ。あとは携帯電話で何か喋るフリとかですね。フリまでしてくる人間って言ったらもう、本当に喧嘩売りたくてしょうがなくて、僕の近辺まで来てるから、まあ、危険なのは危険ですね。だから、その音楽聴いたり、遊んだりした時、報道警察官の人がパトロールに出るべきなんですよ。だから、どういうやつらが、その、喧嘩売りに来てるかっていうのがよくわかりますから。まあ、けど、遊んでない時に関しても、自分の行き先だとかこういうふうに YouTube でアップロードしたとき、もうそれはもう、ね、読みで、その場所で待ち伏せとかね、できますから、例えば、
分かりやすく言うとその半額の時間帯を狙って買い物に行くとかになってくると、大体エコービラに到着するのが19時30分ぐらいっていう形になってますから、じゃあその間っていう形でいくらでもその複数の人間で、喧嘩を打ってくるっていうことはできてしまうんですよ。だから本当にテレビ出す人間は間違えてますね。その本当は IK スケを出してエネルギーの残存の問題だとか地震のことに関することとかを、実体験と本当にどうするべきかっていうところを伝えたりだとかで、今後どういうふうにエネルギーを節約しなければならないのかっていう話ですね。だからそういうことが、全くできてないっていうのがこの世の中であって、そのやっぱりスポーツの勝ち負けに絶対的に影響を、僕は軸になってますから、昨日のドジャース対パドレスの試合に関しても5対2で、抜け出せなくなってる。だからまあまずはそういうところから抜け出せるように、見ようが見まいがどうしようが、そのそういうふうな仕組みっていうのが欲しいですね。いやこれ何回も YouTube で言って動画アップロードしたんですよ。でホームページに文章として残しておけば大丈夫かなと。だけども無理なんですよ結局。だから多分ね、エネルギーの残存量問題で、そのどこからどこまでなのか分かんないですけども、その規模縮小だとかね、海外のメジャーリーグに行く人間は一人だけにしておきなさいだとか、本当はもうアメリカも人口全然違いますから、まあ3億人ほどいらっしゃる話になってますけども、実際はそれだけいないんです、まず間違いなく。でコンピューターの何十年も前からの生まれてきてる人の人口を見たときに分かりました。その頃多分ね、年数はっきり見てないんですけども、多分その頃日本と朝鮮半島と台湾併合してた時なんですよ。で第二次世界大戦でもそうですけども、もともと移民政策は1880年代ぐらいから行われていて、で世界中方々に行ってますから、だから海外からの死亡届を生むとかもあるんですけども、ただその頃はさすがにもう死んでるっていうことが分かりますから、100歳を超えているからだと思いますよ。まさか120歳の人とかまだ生きてると思ってね、その銀行に年金が入ってきていたりだとか、そんなわけの分かんないことを知るのかどうかだとか、戸籍自体がまだな、死んだ、死亡をしたことになって なかったりとか、もしかしたら探したらあるかもしれませんけども、アメリカもカナダのチーム入れて30球団ほどですけども、本当は規模縮小しなきゃいけない、球団の数を減らして、で複数本拠地制度とか、そういうふうな形に変えなきゃならない、今、日本もそうなんですけども。そういったことが全然進んでないから抜け出せなくなったのか。なんか私が20歳ぐらいの頃にフルーツラーパークで世界中の政府上層部との話し合いで行ったことなのか、日本国内の範囲なのかよくわからないんですよ本当に。どうせは抜け出せれるの か睡眠薬のいらないような生活っていうのは、一応ね働いてなくても、例えば昨年の年末の方、まあ、31日はボクシングの世界戦とかあったからしょうがないんですけども、その年末の方の日で、特に薬も飲んでなくても7時間ぐらい寝れたりしたんですよ。それやっぱりじゃあスポーツが稼働してる時と違うのかなっていうことになるでしょう。で90番皇室へのメッセージから、佳子さまが覚えてなければならないこととか、あと未来からの時間軸で佳子様との、まあ、受け答えという部分がありますけども、そこ見てもらったら、子供の頃から仲良くしましたし、
まあ、何回もここに僕にどうやら会いに来ていて、ただ僕はその時昔佳子様とどういうふうな関係だったかっていうことを覚えてなかった。で、まあ、エネルギーの残存量問題と僕の考え出した河川水門開閉式、地下水流ストレートトンネル発電や蒲田発電などがある、その辺の話とかもあるから、だから本当に結婚のことを考えて若い頃来られたんだと思います。若い頃って多分もう18歳とかの頃だと思いますよ、中学生の頃か。いや早めに、いやだから向こうとしても今までの状況分かってるから、早めに話し始めてなかったら、そのまあ結婚するって決めて、その例えば佳子さまが18歳いや、まあ20歳までに、だから今思い出してみたら、その早く結婚してくれたら、その私が海外まで行かなくても済むんですけどもとか、そういうことを言ってくれてたんですよ。まあ、かなりゴテゴテにはなってしまってるんですけども、結局それが最良の選択だったっていうことは後からまあ分かった方で、まあ以上です。皆さんご協力をご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ結局僕は何しようが、まあ、絡んでくる連中がいるかいないか、だから周りずっと監視してもらうしかないんじゃないですか、だと思いますよ。以上です。まあ佳子さんは、まあ、だからまあ僕の明日の予定は神戸地方裁判所だから、まあ帰ってくるのはそんなに遅くはならないですね、もしその日程が空いていて。だからやっぱり公務が多すぎるから、公務を減らした方がいいと思いますよ。たくさん働いてるっていうことを聞いてるんですけども、やっぱりそれはもう今時代のするべきことと逆行しますから。ちょっとまたいろいろ調べてみますね。オリンピックに天皇陛下はまあちょうどコロナウイルスの頃だったから見に来てなかったとは思うんですけども、どうでしたっけ。まあとにもかくにも、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。